はいの、ということで、ドラクエやっていきましょう。ゲルト海峡。あそこになんかあるな、あそこ行けってことか。まあ、とりあえず今回からちょっとバトルやりつつやっていかんと、ちょっとな、お金の問題もあるからな。ちょっと今回バトル多めでやっていこうか。まあ、カットするかもしんないけども。ゲルト海峡ってなんか聞いたことあるんだよな、でも。お、来た。や、挑んでくるやつとは俺は戦うぜ。タラーン、タラーン、タラーン、タラーン。扇止まり、これ姫愛ちゃんがちょっと強いんだよな。主人公より強いってどういうことだよ。主人公よりひよ強いってもうなんかな、もう俺の威厳が全くないじゃないかって感じだよな。これもうほんと怒るしさ。あ、でもそんなダメージは食らわないか。ありがとう。 それでこそ我が弟子だ。はあ、それこそ我が弟子のサポート。おら、よいと。オッケー、よしよし。姫愛ちゃんが強すぎんだよな。しかしな、レベル的にはほんと主人公としての威厳が全くねえじゃねえか。なんだってんだよ、ほんと主人公強い。まあ、ゲストキャラがダメじゃないか。ほんと俺を立てろよ、もっと。おっと、プクリポ。ここってあれか、だからバンジージャンプしたとこかな、前ね。クリポリはやっぱなんかこう個人的には、うん、あれがあるかな。特に何も変えるもんねえな、思い入れというかね。さーて、終わり。あ、岩屋、あ、そうか。でも回復できるかな、ここ。ちょっと回復もしておきたいな。入れそうだな。さて、お、なんかいる。あ、この子と会わなきゃいけなかったんだ。よかった、たまたま見つけて。ホスティル。珍しいこともあるものだ。ホスティル、なんか聞いたことある。こんな場所に立て続けに客人が来るなんて。ああ、失礼、申し遅れた。私の名はフォスティール。フォスティール。今は訳あってここに身を置いている。ほう。ところで、どうしてこんなところに。君も四術師の一人である私に何か用が。君もというと。エルジュ。ああ、あのハジャブネ氏の少年か。確かに少し前にここに来たよ。私に継承の儀をするよう頼みに来たのさ。彼の申し出はもちろん引き受ける。だがその前に彼には試練を兼ねて私の頼みを聞いてもらっているんだ。ほう。その頼みとは、ランドンクイナという魔物が時折落とす氷鳥の羽を手に入れてくること。彼はその話を聞くとすぐにここを飛び出していったよ。ただ私は危険だから一緒に行こうと誘ったのだが、なぜか彼は一人で行くと言い張ったんだ。若さゆえだの。今度は誰の手も借りないと。ここに来るまでに何があったか知らないが、彼の頑なさに私は不安を覚えている。あ、まちょっと。どうやら君は旅慣れているようだね。すまないが、エルジュに手を貸してやってくれないか。よし。ありがとう、助かった。それではこの海峡の岩屋の南西にあるランドンフットへ向かってくれないか。よし、行きましょうか。エルジュと力を合わせてその地に生息するランドンクイナを倒し、氷鳥の羽を手に入れてきてくれ。オッケー。ランドンクイナね。あ、ラッキー。ちょっと、ん、あ、ここに防具屋さんあるな。ちょっと武器をちょっとね、やっぱこの辺とガッツリ上がるもんな。無知か。でもなんかね、欲しい。猫の動きかわいいな。でもこの辺ちょっとね、欲しいな。武器も欲しいからな。どうしよっかな。ちょっと、ん、あー、槍、杖か。欲しいな、この辺ほんと欲しいな。ちょっとあれだな、ちょっとレベル上げかねて、お金集めするか。うん、というかちょっとカットしよう。お、始まった。ちょっといきなり場所変えたらついちゃった。
よし、ちょ任せろ。レベル上げしてるつもりが思わずちょっとイベントが始まってしまいました。ボス戦ってことじゃないからまだいいか。またお前か。今度はなんだ。ボロボロだな。何？僕と協力して氷鳥の羽を手に入れるようフォステイルに頼まれただと。イエス。お前の協力なんて必要ない。これくらい一人でやってみせるさ。お前はお前で勝手に氷鳥の羽を手に入れてフォステイルのところへ持っていけばいい。強がんなよ。まあどうせ僕が先に手に入れて向こうに戻っているだろうけどな。よーし、じゃあこの辺か。この辺の敵を倒せばいいってことか。よっしゃ来いや。ランドンクエラ、そんな強いのかな。どうなんだろうな。ヒメアが絶好調だな。さすが我が弟子。レベルなんて知らん。ああ弱いな。お前は本当にちょっと攻撃力が弱いな。困ったな。ごめん困ったな。ヒメアちゃんが活躍してくれるのは嬉しいんだけどな。お、意外と簡単にやれんじゃん。当たり前だ。あら何もくれないんだ。これ何？おーい、突進してきた。何匹か倒せばそのうちもうなんかねえお目当てのものがもらえるっていう感じかな。ほらよっしゃ。ボス戦の前が本当はタイミング的にいいんだけど、そんなの贅沢も言ってられんか。やった、歩こう。じゃあなんかよし、さあ、オッケーオッケー。さあ、そろそろお目当てのものはくれるかな。お、これだ、これ。そうそうそう、もうここは何もないのかな。何もなさそうだな。じゃあ戻るぞ。先に戻るかな。ちゃんと気つけて帰ってこいよ。ちゅうことでルーラーで戻ろうかな。海峡の岩、あ、どっちだっけ。ゲルト海峡前、どっちだっけ。こっちか、こっちだよな多分。じゃあフォステイルのとこ行って渡していきましょうかね。だ4人に会わないといけないから4人目前がボス戦なのかな。はい、フォステイル渡す。ありがとう、助かった。これでパルカラス王国の人々を救える。ほう。ところでエルジュは一緒じゃないのか。まだここには戻ってきていないが。お、帰ってきた。ああ、エルジュ、おかえり。優しいな。君も氷鳥の羽を持ってきてくれたのか。そうか、氷鳥の羽を手に入れることはできなかったのか。必要なものは手に入ったんだろう。それでもまだ僕が何かしないと継承の儀をしてくれないのか。まあいいだ。マジか、優しいというか甘いというか。彼に免じて継承の儀を始めることにしよう。よし、これで君にハジャブネを作り出す魔力が備わったはずだ。よしよし。そうか。だが今の君ではまだハジャブネを自由に操ることはできない。
あと一つ継承の儀が残っているからね。ここそんなことは分かってるさ。だが今の僕でもはじゃ舟が作れるんだな。よし、一度試してみるとしよう。フォステイル、外に来てくれ。まあ偉そうだな。お前も来いよ。もうやらなくてもいくさ。いいかい、精神を集中し作り出す船をイメージするんだ。そして魔力を一気に解き放て。そううまくはいかんよ。初めてにしては上出来さ。さすがはあのベルンハルトのご子息といったところか。二人とも今日は疲れただろう。この岩屋で休んでいくといい。可愛いな歩き方。なんだお前、眠れないのか。まったく、つくづくおかしなやつだな。頼んでもないのにどこまでもついてきて。父さんはレンダーシアの大国グランゼドーラお抱えの術師だったんだ。弟子は大勢いたし信頼も厚かった、うん、僕はそんな父さんの誇り高きはじゃ舟師の血を引いているんだ。できないことなんて何もないと思ってた。なのに挫折ってやつですか。初の。お前名前は。そうか、お前らしい変な名前だな。ん、僕は今まで他人の苦しみなんて考えたこともなかった。人のために命を懸けた父さんの気持ちもずっと理解できなかった。でも今はなんとなくわかる気がする。誰かを助けたいと思った父さんの気持ちが。レイダメテス。おお、このタイミングでか。そうか、ランドン山脈の通り道になっているのか。見ろ、山頂に触れそうだ。レイダメテスが少しずつ加工を始めているんだ。お、光の防壁ではこれ以上レイダメテスを防ぎ続けることはできないだろう。グレンジョーも長くは持たない。うお、なるほどね。戻ろう、明日に備えなくては。もうゆっくりしてはいられない。なるほどね。エルジュ、最後の術師はランドンフットの北西部にある荒野の集落に身を寄せているガミルゴという男だ。ガミルゴ、強そうだ。だがガミルゴは人間である君に簡単には手を貸してくれないだろう。心配は無用だ。
フォステイル、世話になったな。少し成長したようだな。行こう。なんだよ、変なこと言ったか。誘わなくったってどうせついてくるんだろ。時間がない、早く行くぞ。素直じゃないな。ということで行きましょうかね。じゃあ次の目的地どっち行ったらいいんだい。こっちでいいのか。さーて、最後の人にお会いに行く、まあ、人っていうか人間じゃないってことかね。次会うのはおそらく人間ではないという、そんな感じが、してきましたけどもね。あ、違う違う違う、ランドフット複製部、ランドンフットの複製部だから、こっちまた行かないといけないのか。あー、一旦引いて、でこっちか、こういった方が早いか。ランドンフットってだからもうあれだよね、ほんと過去の世界でも何回か行った、過去の世界ってか未来の世界ってか元の世界というかね。さーてと、ここって雪山だったような気がしたんだけどな、確かな、違ったっけ。さーて、ランドンフットの荒野のあれか、なんか聞いたことあると思ったらなんか出たもんさっき。あれ、これエルジュはパーティーに加わってないのか。パーティーには加わっていないか。そうか、レベル足りるかなあ。宝箱ある、レベル足りるかな。これは開けられないやつか、まだか。ただその魔法の鍵的なものはいつもらえるんだろう、もしかして。ここか、集落。ああ、こういう大賀系の敵が、お、敵じゃないや。なのね、大賀系ってことね、ここにいるのは。あ、なんか言ってたな、なんか前の世界で。チャールだ。はあ、ははあ、やっぱ人間のこと嫌いなんだよね。だからそうか、手を貸してくんねえのか。人間め、何の用だ。ガミルグ様は人間とは話さん。人間よ、今すぐ立ち去るのだ。さもなくば我が剣で。そんなに怒るか。まあ待て、二人とも。人間どもがここに来やがるとは、なかなかいい度胸じゃねえか。一体何しに来やがったんだ。術師ガミルゴとお見受けする。ハジャブネ氏ベルンハルトの息子エルジュ、継承の儀を受けに来た。ああ、お前がエルジュか。ベルンハルトがよくお前の話をしてたぜ。自慢の息子だって言ってな。そうか、継承の儀をやってほしいのか。うん、やらん。ああ。なるほどな。フォステイルの言う通りだ。人間には力を貸したくないってわけか。だがガミルゴ、僕は急いでいるんだ。継承の儀を行うための条件があるなら、もったいぶらずに早く行ってくれないか。貴様、なんだその態度は。条件ならあるぜ。大事なものを取り返してほしい。だがお前にできるかな。取り返してほしいもの、それは我が祖国グレンジョーだ。ほう、でかく来たな。グレンジョー、我が祖国だと。何を言っているんだ。あそこは僕たち人間の城だ。人間め、よくも抜け抜けと。そうだ人間め、人間は嘘つきで泥棒だ。お
嬢。お嬢。人間なんかにパパが力を貸すもんか。そこのエルフ、お前もなんで人間と一緒にいるんだ。ガルミ、少し静かにしろ。俺は小僧に話がある。静かにする。よし小僧、話を戻すぜ。お前は何にも知らねえんだな。やれやれ、人間は汚ねえぜ。都合の悪いことは全部隠しやがる。おい、半人前のハジャブネシ、お前に教えてやるぜ。俺たちが人間を信用できねえわけよな。あのグレン城はもともとオーガの城だったが、世界の大半が炎に焼かれた時、俺たちは城を解放し他の種族を受け入れたのさ。そして皆の協力でなんとか生活していた。だがある時人間どもが本性を現しやがってな。水の配分に不満を抱いた人間どもはいきなりグレン城を乗っ取りやがった。そして他の種族を城から追い出したのさ。俺たちをこんな辺境に追いやりやがって、自分たちが困ったら協力しろとは虫が良すぎるぞ。そう思わねえか。俺は人間に戦を仕掛けるぞ。そしてグレン城をこの手に取り戻す。分かったらとっとと帰んな。はあ、まあ、気持ちが分からんでもないけどな。待て、ガミルゴ、今は戦争などしている場合ではない。グレン城をオーガに返還するよ。僕がシオドーアを説得してみせる。お、返還。そうか、そっちに行くのか。ずいぶん簡単に言うな、小僧。僕は本気だ。もう時間がないんだ。面白い、その話乗ってやる。小僧ごときに何ができるか見せてもらおうじゃないか。お前がグレン城を俺たちに返還できたら、俺も戦をやめよう。継承の義もきっちりやってやるぜ。行こう。待て、お前ら信用できない。そうやって油断させて襲ってくる気だろう。何を言う。子供は黙ってろ。子供なんだと。ガルミ、まあこいつの言うことも一理あるな。そうだそうだ。よしガルミ、お前こいつらについてけ。怪しい動きをしないか見張ってろ。は、はいパパ。こいつらと。つべこべ抜かすな。お前が言い出したことだ。いいな。小僧、そっちもいいな。見られて困ることは何もない。好きにすればいいさ。よーし、いろんな種族が交わってんな、これ。ということで今回以上にしましょうから。さ、ガルミも仲間になって、なんか幼女パーティーみたいな感じになんか、なってしまったわけでございますけど、なんか誘拐犯とかに間違えない感じがしておりますけどさ、城に戻りますか一旦。ということで以上、パルプンテジリグサッカーチャンネルのツッツンで、ガルミーも強えな俺より。以上、さよなら。